野花は理恵親子に疑いを持ちながらもパーティーに参加。つかの間のデートを楽しみましたが、2人が顔を合わせるのはこの時が最後。これを境に貴乃花の気持ちは急速に冷めていきます。年が明けて初場所、連絡の取れないまま理恵さんは大統領就任式の取材のため15日に渡米します。この時左手の薬指にはまだ婚約指輪が光っていました。ところがそれが消えてしまいます。向かう時は確か婚約指輪をしてたんですよ。向こうに着いた時をずっと知ってらっしゃいました？いや、知ってなかったようですね。婚約指輪と要するにダイヤモンドでしょ、はい、は僕は目にしてません。ティファニーの鉢巻きリングって言われた、はい、最初の日かなんかはしてたような感じがしますけどね。あ、じゃあ最初に会った日は、会った日は業界の人には絶対に嫁に行かせないねとかね付き合うとかなんとかの以前の問題だと、うん、初めからなんかこう変なハンデを押し付けられたりねなんかして、それでこれからの何十年の人生をねやることはないし、いや別に19、20歳だからじゃなくて、30だって40の女性だって同じことは言えるんだけども、彼女の場合は特に僕はあえてそれをね、そうこうちゃん怒られたりして、じゃあ僕なんて言ってね、リエちゃんってこれ宮沢りえちゃんと貴乃花関、この東大きっての人気者同士の間に愛が芽生えたのはこの戦場デートだった。おすごい、うわありがとうございます。そしてヨーロッパ巡業では貴乃花関は常にりえちゃんからプレゼントされたバッグを肩から下げていた。いいでしょこのバッグ、ちゃんと持ってますね。最高でしょ。リエちゃんにはお土産は買ってきました？それは内緒ですよ。もしかしたらあるのかもしれませんね。いやどうですかね。その後2人の間は急接近。10月末には巡業中の京都でデートしているところをファンに目撃され、これが2人の発覚につながった。貴乃花関と結婚させていただきます。すごく幸せです。宮沢りえさんのどこに一番惹かれたんですか？まあ好きだからそれだけですけど、彼女にもあまり迷惑をかけたくないのでね、自分の力だけで本場所で力を出し切って、まあある時は彼女の力を借りて頑張っていきたいと思ってますから。寂しいですけどね。やっぱり寂しいですか？でもお互い頑張って。ちょっと中国上海からも電話はかけます。随分奥まで行くんですかね。そうなんだな。一方貴乃花関はよもやの4連敗。リエちゃんが中国奥地にいて電話がつながらず、ラブコールができなかったからと言われた。事実、電話ができるようになってからは別人のような相撲で10勝を挙げた。リエちゃん、早く国籍に会いたいでしょう。今日は電話しますか？連絡は取れましたか？向こうでは取ってました。九州場所が終わり東京へ帰ると、貴乃花関はリエちゃんの家に5日連続で泊まった。当時この5連泊は2人の熱々ぶりを物語るものと見られていた。先導の方ちょっと脇へ来てください。先導の方脇へ来てください。すいません、改めて婚約指輪をもう一度見せていただけませんか？よく見えなかったんですが、それじゃ見えない。非常に貴乃花関は無口だというふうな声もありますけれども、本当のところの貴関っていうのはりえちゃんが一番よくご存知だと思いますが。
内緒ですもしかすると今テーブルの下で手はつないでいらっしゃいますか。つないでます。親友カズの家でのクリスマスパーティー、これが最後の幸せのツーショットとなった。まあ、タイムスリーがセッティングした戦場デート、あの戦場デートが始まるよと、リエちゃんもそれから